初めての海外で、イカのリップもすごいでかくて、スキー場もすごいでかいんで、すげえ楽しいです。いろんなスキー場に行って、いろんな人たちもいて、そこで友達とかもできて、知り合いもたくさんできて、それで楽しくないことがないんで、ずっと楽しくできてます。などのすごくとてもでかい大会でいい結果を出して世界で有名になりたいです。